こんばんは、こんばんは。お持ちの池田チックアニマルチャンネル始まります。わおおめでとう。よっよそれが安定してます。こんにちは。こんにちは。バナースポンサー様の紹介をさせていただきます。カップルや家族で楽しめるピクニック農園キウイフルーツカントリージャパン様。イエーイ。美容の力で世界を笑顔に、ふくろいの松へ行く脱毛はソワニエ様。ありがとうございます。抱っこで産後エクササイズ、お寺でベビーダンス、皆川由紀子様。ありがとうございます。手作り雑貨とワッフルのお店、サムズカフェ様、ありがとうございます。ありがとうございます。世界で一つの贈り物、日本ハーバリウム協会認定校、アトリエシャルマ様、ありがとうございます。待ってください。ペットの複合、総合服、どっち？ペットの複合施設、DC キャッスル様、ありがとうございます。DC キャッスル様。ヨモギ虫とマッサージ、生理痛改善サービス、カオピリ様、ありがとうございます。ありがとうございます。ママの笑顔は家族の太陽、ドリームボード認定講師、坪井美樹様、ありがとうございます。ありがとうございます。掛川 TV は皆様の協力のおかげで楽しい情報発信の場を提供させていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のゲストは、西武獅子花蛇の獅子王様っていう子になるんですけど、今日は蛇さんが出てくるので、ちょっと苦手な方はご注意を。ご注意を。じゃあ今から、はい、出てきます。はい、自己説明だけさせていただきます。ね、今から出てくる子なんですけど、はい、なんか若干毒がある子で、神経毒がある子、若干なんですけど、まあ、長時間噛まれると腫れることもあるぐらい。長時間噛まれるってどういうこと？どういう状態よ。まだそんな基本噛む子ではないので安心してください。長時間噛まれる。はい、じゃあ出てきます。ウェルカムウェルカムウェルカムよ。あ、ちょっと暴れてます。ちょっと威嚇はするんですけど、噛みつくことはそうそうないので。え、ペットなんですか？ペットです。ペットとして有名な、結構人気の子になるんですけど、ちっちゃいカメラで。もちさん、はい、大丈夫なんですか？ペロペロしますよ。ペロペロされてても全然大丈夫です。すごい、もちさんすごいですね。ちょっとね、アップにしてもらうと分かるかもしれないんですけど、鼻先がちょっと曲がってるんですよ。口先というか鼻先というか。で、それがこの子の一番の特徴で、私今までヘビって実は2年ぐらい前まで苦手だったんですよ。で、この子の鼻先を見て可愛い可愛いなと思ってヘビも結構好きになってきました。その種類が曲がってるの？そう、この獅子花ヘビっていう種類の方が見えるかな。うん、動き早い、ねうん、これもっと大きくなるんですか？この子はでもアダルトサイズ、大人のサイズなので。喜ばないでください。もうこれ以上は大きくならないです。ごめんなさい。で、メスの方がもっと大きくなるんですよ。で、ね、だいたい40センチから60センチぐらいでも大人のサイズになるんですけど、メスになると、大きい子で154センチ。私が150センチなんですね。じゃあ、大きい子でね。大きい子で。でも、最大で。それぐらいになる子もいます。そうで、この種類の子はノーマルタイプっていう子の、なんかいろんなね、種類の子。変な意味のノーマルじゃなくて。ノーマルな種類の子になります。で、基本的に生息地がアメリカになります。獅子王さんは、ね、今落ち着きましたね、うん、で結構ね、神経質な子が多いんですよ。すごいで、模様が結構綺麗で、規則的に模様がね、なんか並んでて綺麗なんです。綺麗。ミクロさんビビってますから。ビビってねえし。で、まあ、ノーマルの色の子は大体こう体が全体的に茶色で、こうまだら模様、黒っぽいような茶色っぽいようなまだら模様になってて、お腹がねちょっと見えるかな、黄色っぽい色と黒っぽい色と。本当だ、見えるかな。さあ、カメラマンカメラマン今日大変。カメラマン噛まれると思ったよ。
長時間噛まれると長時間噛まれると大変ですよ。はい、大丈夫です。で、大体ね、3月から5月ぐらいに交尾して、6月から8月ぐらいに産卵に入ったりするんですけど、冬眠するの？冬眠はね、自然界では寒かったりするとするんですけど、こうやって人間が飼ってる時は、うん、あれですよね、うん、なんか温度を下げる、わざと温度を下げてあげない限りは、冬眠はしないようになってます、うん、なってね、うん、ちなみに、寿命が大体14年ぐらい、うんうん、なってたよね、うん、そう。でもヘビってさ、すごいな、もっと長生きするのかなと思った。意外とそうです。あ、でも長い子は20年とか、もちろん大きいヘビは生きるんですけど、ちっちゃな子そんな大きくないんでね。ちょっとこう、なんか今目が合ってる感じ。見えてくるよりじゃん、ランパさん。何歳ですか今ね、何歳ぐらいかな。何歳だよ、下に聞いたよ。下に聞いたよ。今3歳ぐらいかな。でも、だいたい1年、2年ぐらいが大人になるので。あ、自分34です。あ、まだまだ、まだ新たな恋が、新たな恋がここで、新たな恋が始まるんじゃないですか。で、まあ、基本的にこの普段生息してる自然界では、うん、砂漠とか砂地とかそういうところで生息してるような子になります。で、普段なんか薄暗くなったりすると動き出すので明るいのかもしれないですね、今もしかすると。何食べるんですか？基本的にはネズミを冷凍のマウスを冷凍のマウスをマウスも結構サイズがいろいろあって、うんうん、なんかすごい小指ぐらい、小指よりちっちゃいサイズのマウスもそういるんですよ。もうなんかね、いろいろ毛が生えてるマウスから毛が生えてるいいから言っちゃう。なんで毛が生えてるマウスって毛が生えてる。何言ってんの。何言ってんの。何冷凍だよ。冷凍だよ。すごいな。入る入る、一口じゃもちろんいかないんですけど、うん、2,3 口ガブガブとしながらゆっくりと。え、1日どのくらい食べるんですか？1日にというかね、どれくらいだったかな。マウスの大きさを上げてあげれば1回で済むんですけど、大きさを上げてあげれば金運アップみたいな。でもそんなに食べなくて、なんか2週間に1回ぐらいかな。え、2週間に1回で、うん、2週間に1回で、冬になると拒食って言って、ね、そう、食べなくなっちゃう、ご飯食べなくなっちゃうんですよ。この子が去年半年ぐらいご飯食べなかったみたいで、うん、そう、そうなの。こんな体ちっちゃいのに半年食べなくても生きていけるんですよね、ヘビって。すごいね。そう、めっちゃ経済的や。そうなの。なるほどね。そういう見方。水は飲むみたいな。水は飲みます。ちゃんと水入れがあって、そこから顔つけて飲んだりしてます。食べなくても水は飲んでたんじゃん。そう、で、脱皮する前にもお水。ごめんなさい、これね、私の家の子じゃないんですよ。誰さん？実は今日遊びに来てくれてるお友達の、そう、この獅子王さんなんです。なるほど。でもよく触らせてもらってるんで、慣れてはいないですけど。獅子王さんのおいくらぐらいって言ってました？獅子王さんね、1万円ちょっとだったかな。もっと安かった。あ、そうなん。でもすごい高いね。中には50万円ぐらいの子もいたりして、それは模様がなんか、そう、うん、アルビノだったりとか珍しい色の模様の子はすごい、なんかこうやってなってる。今ね、顔膨らんでるのでちょっと威嚇してるかもしれないですね。キュウリ残ってるね。そう、なんかもう下ぐらいの動きがすごいね。で、たまに給仕中に間違えて、ご飯あげてる最中に手噛まれちゃうこととかもあるので、まあ、なるべく置き餌って言って餌は小屋に入れといてあげて勝手に食べてもらうのが一番いいのかなと思います。え、普段ってそのちっちゃいやつで飼ってるんですか？あれは持ち運び用 で、ね、はい、あ、そう、いい質問ですね。普段ね、どれぐらいの大きさ、どれぐらいの大きさ、お家、お部屋みたいなのは。多分奥行き30の横幅20ぐらい。奥行き30かな。あ、これぐらいかな、あれぐらい、その看板ぐらいかな、ね、あ、メートルだぞ。絶対これぐらいの。メートルではないか。こんな感じで普段丸まってるんで、
こんな広がることないんですけど、こんな感じで飼ってます。普段丸まってんの？そう、普段ね、ヘビって丸まってる。そう、触ってみてください。近くで見るとすごい。触ってみる？大きさ噛まれないの？あの、噛まれたことはない。噛む子じゃないんで。でもちょっと暴れてる。どうすると噛む？どういう時に、まあ、怒った時とか。でも、この子は結構近づくだけで噛んだりするんで。ちょっと怒ってるね。あ、怒ってます。近づいた時に噛んだりするって言ってた。間違えちゃった。近づくだけで威嚇する、威嚇する。じゃあ噛まれんじゃん。じゃあ一回あのケージに戻しましょうかね。あの、あ、そう、ケージに入れて、ここに。一回ちょっと普通カメラに。そうですね。ちょっとありがとうございます。じゃあ、でこういう基本的にシェルターっていうのに入って、ここに入るとたまに威嚇したりとか。すぐ出そうな感じ。すごいすごい。はい、それでいい。なんでそう逃げ出すっていう遊びを作ってんの？ちょっとさすがにね。まあ逃げ出さないと思うので大丈夫だと思います。食べるのはマウス、うん、そう、食べるのはマウスだけですね。そう、まあ、お腹にこのさっき言ったようにちょっと黄色い模様が入って、 黒と黄色の模様が入ってるんですけど、うんうんうん、取れますか？見えるかな？こっち側だよね。あ、今見えますかね、うん、なんか気分がアップしそうな柄。そうだよね、蛇柄って、ね、そういうことだよ ね、抜け柄。さてがの、飼ってみて金額になるかどうか。怖い。アップアップだ。マウス代で大変。マウス代で。半年にね、あげなくてもね。そうね。そう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 、大丈夫で、経済的ですよ。半年あげなくても。この子も脱皮するんですか？この子ね、脱皮します。うん。脱皮のペースどれぐらいなのかな。大体どれぐらいで脱皮って？まあ、半年に1回。半年に1回です、だということ。カバーはぜひ。じゃあ今度持ってくるのでお財布に入れてあげてください。かもしれないです。すごいなんかしっとりしてた。ね、そう、意外とね、あの、ザラザラしてないですよ、見た目も。そうなんだ、ザラザラしてるように見えるけど。そう、ね、でもヘビによってやっぱ触り心地が違うので。この子はしっとりしてる感じの、ね、うん、しっとりしてて肌触りで気持ちいい感じの子です、うん、で、そう、メスになると、うん、この太さが、この子ってそんなに太くないんですけど、牛乳瓶ぐらい太くなる子も、なんかそれは太すぎるけど太くなる子も、メスの方が太くて大きいんですよ。え、オスの方が小さくてくらい。なのでこのアトリエシャルマンのこのハーバリウムの瓶以上に太い子もいる。でもメスは大体これ、この先っぽぐらいの太さかな。太いってことは長くもなるってこと？うん、長くもなります。なんでさっき言ったぐらい全長が150、4センチとかの子もいる。なれば牛乳瓶ぐらいある。うまいね。すごい。そこまで大きくなっちゃうとちょっと飼うのもね、大変になってくるのかなと思うんですけど。そう、ね、うん、そう、そんなに基本はね、うんうんうん、非常に大きくなるわけじゃないのでね、うんうんうん、そこでオスの方がこういう可愛らしい感じで飼っていけます。可愛らしい感じ。可愛らしい感じでね。すごいな。そういえばこの前、うん、このヘビ関連で言うと、うん、友達のお母さんが、うん、春に見るなんか山かがしは幸せになって、で、ね、逆に春に見る青大将は良くないみたいなお話を教えてくれたんですけど、うん、ネットで調べたらあんまりそういう話がなくて、地域独特のものなのか、うんうん、お母さんの周りだけに伝わってるものなのかちょっとわからないんですけど、うんうんうん、でも青大将とかってさ普通に見る、うん、そうですよね、しかもさ春先とかに出てくるよね。冬眠から目が覚めてね。そう、青大将とかその山かがしね、そう、ま、玄関とかさ、うん、います。なんか前ヘビがいてね、うん、白いヘビだったらいいねって言って本当ですね。そうそう、だけど普通に青大将だったとかね、うんうん、あるよね。青大将はね、いるよね。でも私あんまり見たことないんですよ、青大将。いない、私の周りに。都会なんじゃない？あー、ね、そうなのかな。青大将なんかちょっと黒いね、カナヘビ、カナヘビっていうのはトカゲ？ヘビではない。ヘビではない。カナヘビってヘビかと思う。なんかヘビの赤ちゃんのことさ、カナヘビって言わない？言わないのかな？多分カナヘビに似てるから、うん、そうやって呼んでただけかな。あ、そうなんだ。そう。え、言う？初めて聞いた。
カナヘビ？カナヘビ。あれ？あれ？あれ？カナヘビはカナヘビです。カナヘビは。ヘビではないんですけど。ヘビではない。そう。へえ。そうなんですよ。で、まあなんかその由来、うん、ね、調べても出てこなかったんですけど、うん、今そのちかさんが言った、うん、白いヘビだったらよかったのになって言ったのが、うん、まさに青大将のアルビノが白いヘビ。で、そう、よく白蛇はいいよって言われてるのがその青大将の白蛇なんですよね。あ、そうなの？そうなの。え、知らなかった。で、山口県に生息してるんですけど、うん、なんかね、岩国の白蛇って言われてて、うん、すごい国の天然記念物に指定されてるらしい、うん、そうなんだ。そう、結構珍しい蛇らしくて。え、そうなんだ、すごいね。そうなの。え、知らない話ばっかり。青大将って毒ないから、うん、あ、そうだよね。そう、まあ捕まえても大丈夫なんですけど、で学校、小学校とかの帰りとかにいてさ、うん、帰り道に、帰り道にいて、みんな棒とかでこうついてた。こうやってやりながら行く。威嚇されなかったです。あれ、見てないその逃げてたかな。なんかね、うん、よく、でも道路によく引かれてたね。引かれてた。 どこの山に。よくではない。たまにあんま見ないよ、うん、あれ、そう、見ないですよね。春先の小学校の思い出といったらなんか蛇の周りに山があった感じですかね。いや、全然、あの 海とあれあれ、見なかった。住んでるところが違うからかな。おかしい ね、 ちょっと熱くなってきた。そうなんだ。そう、というわけで別に青大将は無害な、うん、子になるんですけど、さっき言ったの春に見るといいって言われた山かがしは別に、あ、そう、山かがしは毒があるんですよ。うーん、気をつけないと。そう、結構あの虫より強い毒があるって言われてて、虫より、なんで見かけたらもう離れてください。めっちゃ触ってたら危ない。昔はね、そう、毒はないって言われてたんですよ。そう、こんな毒少ないよって、うんうんうん、めっちゃ。そうだけど最近はかなり強い毒があることが分かってて、なんでもう本当に気づくの遅い。今気づけてよかったですね。ヘビって基本的に青大将以外は大体どこも、いや、そういうわけではない、うん、多分でもわけではない。だって今ね、毒がある子って見た目がなんか毒々しかったりすることも多いので、うんうんうん、あ、柄、そう、柄、この子そんな毒々しくない。確かに、ちょっとベーシック、うん、ベーシック。あ、まだ弾いてもらっていいですか。秋って感じ、見れないもんね。あ、ちょっとあれ、後ろです、あのお腹映してもらっていいですか、小さいカメラで。お、なかなかこう、ね、うちのカメラさんを使います。なかなかですよ。バイバイセロー、お願いします。イエイイエイ。こう、お腹見てもらうとね、 お腹ちょっと黒っぽいのと黄色っぽいのが混ざって、黄色と黒ですよ、まさに、まさに金運アップな、ま、そう、金運アップの黄色が回ってますよ感じで。これもこのノーマル色の子だからお腹がこういう色なんですけど、うん、え、ノーマル色とかあるの？そう、この子ね、いろんな色が出てて、それこそアルビノって言って、うん、オレンジっぽい子から、あのスノーなんだったかな、スノーなんとかっていう、ね、白っぽいのかな。ちょっと青っぽいよね、白っぽいよね、青っぽいよね、白っぽいよね、灰色っぽいよね、灰色っぽいよ。もう何回もわかんないけどスモーキーな感じ。そう白とかグレーとかね、それ系の子がそう、うん、いて、本当にいろんな見た目や種類の子がいるので、でそう思うと刺激的ですよね、黄色と黒って。うん、そうですね。だって黄色と黒は危険な色でしょ。そう、お腹にこういう色があるから毒があるよみたいな。ねえ、ちょっとよくねえ。そう。で、蛇によっては、うん、あのこうやって首持ち上げて威嚇したりする子もいれば、ね、死んだふりをする子も。そうなんだ。そう。油断させるってこと？うん、死んだふりをして、うん、敵から逃げるっていう。あ、敵がもうこいつは死んでるから食べれないなと思ってね、うん、どっか行ったところで逃げてくっていう。そうなんだ。それでこの前ネットの動画で死んだふりをしてるヘビの動画を見つけたんですけど、さすが見つけるものが違う。そしたら、うん、死んでるふりをしてるヘビってお腹を見せて死んだふりをするんですね、うん、そうなので、そのヘビをひっくり返すんです、うん、お腹じゃなくて背中を見ようと思って、うんうんうん、でもひっくり返してもクルンとお腹を見せてまた死んだふりをするみたいな、うん、何度ひっくり返してもお腹を見せて死んだふりをするっていう動画があって、なんかそこまでして死んだふりを続けるのかっていう、ね、そうだよね、そう、なんか信じないよ、バレてる、あ、そうまあ野生界でひっくり返されることなんてそうないんですけど、ね、あ、そっか、そう、そんな動画を見つけたりして、
ね、なんで獅子王さんって言うんですか？え、特に？そうなんだ。獅子が、まあ、響きですね。かっこいい。でも西武獅子花蛇の獅子から来てたりしなかったり。まあそこら辺か。その意味合い持って名前つけてるわけじゃない。あ、そうなんだ。え、何匹も飼ってるんですか？ヘビは2匹。あ、2匹。ヘビはっていうことは？他のも、うん、あとは、まあ、ヤモリは何匹か。ヤモリは飼うものなんですね。私も飼ってますよ。そうだ、あ、そっか、そうだよね。なんか大きいヤモリとかね。あ、そう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 。え、お部屋の湿度とか、その部屋だけ特別にしてたりとか。そういうわけじゃないです。普通でいいんですか？縄文という感じ。人間と同じね。まあでもあんまり冷たすぎるとやっぱり冬眠とかになっちゃうんで、うん、まあすごい暖房器具使ってるわけではないけど、多少はやっぱ温度は気にしたりとかしてるんですよね。え、ヘビどういうとこが好きで飼ったりするんですかね？ヘビ聞いてみます。うん。見た目とか。あ、見た目とか。え、小さい時から好きとか。もちろん小さい時から僕好きでした。あ、ヘビは。柄が好きな感じ。柄というかの、うん、もう柄とか、まあ、うん、見た目とか。相対的に好きな感じ。そうですね。でもこの子は多分特に可愛らしい部類になるから女の子にも人気がある種類だと思うんですけど。高ですよね。そう、よく見るとね、口がとんがってて。あ、本当に。あんまりよく見えない。なんかマムシとかはもっと怖いですけど。あ、そっかそっか。あ、そうだね。なんかこのヘビは可愛いですね。そうですね。なんか丸くて、うん、ぜひ後で触ってみてください。ぜひ後で触ってみて。しっとりしてましたよ。本当？はい。しっとりしてんだ。触ってみます？いや、後で。カメラの前でね、トラブルが困る。噛まれちゃったり噛まれちゃったり、それが大切かも。アクシデントあり。へえ、すごいね。寝た、え、眠る時ってどうなるんですかね。まぶたがないので、その状態で寝ます。あ、目が、目を開いたま状態で。乾かないの？熱帯魚とかもあのまぶたがないので、要はそのまま寝て泳ぎながら寝てるのと一緒で、結局泳ぎながら寝る。熱帯魚クッピーとかもやっぱりまぶたがない。でも熱帯魚は水の中にいるけど、ヘビは水の中にいる。詰めろ詰めろ。どうだ、乾かないの？大丈夫ですよ。じゃあ今度調べて、今度教えてください。でも結構目がうるうるしてるんでね。そうですね。見てもらうと目がうるうるしてる、うるうるというかね、光があるんで、なんかそんな乾いてるっていうイメージもない。あ、うるんでくるんだ。うるんでるわけでもないかもしれないですけど。そうだよね。そうだよね。え、濡らしたりとかしなくていいんですか、なんかこう。まあその湿度を保つためにもちろんそういう場所を一部分的に作ったりはしますけど、今回はこう連れてきたんですけど。あ、そうかそうか、これでいいんですね。へえ、すごい貴重な。そうですね、なかなか触れない、見れない、うん、見れないかもしれないですね。飼ってないと自然にはいない。そう、アメリカにいる子なんでね。あ、アメリカ。普段生息地はね、なかなか自然界では見れない子になります。すごいレアね。うん、あ、全然見バナーで見えてない。隠れてる。私たちだけが楽しんでいたという。へえ、了解です。はい、そんな感じで。そう、結構ね、目も丸くくるっとしてて、うん、なんかね、いわゆるヘビの目ってこう縦に長細かったりする 目のなんか黒いところがするんですけど、うん、そう、瞳孔が、うん、この子見てもらうとそんなになんていうの、丸くなってるから、うん、目がね、そうなんかヘビ特有のそういうのがないのがまた可愛いなと思って。うーん、でもここにずっとじっとしてるね。そうですね、基本的にそんなに動き回る子じゃないので、うん、落ち着いてるときはこうやって丸まってます。はい。ありがとうございました。いいえ。貴重な、ね、貴重な子を。ありがとうございます。へえ。そう、さっきのね、蛇関連の。あ、そうですね。あと1分です。あと1分ですね。じゃあ、あの、次の番組の紹介を。急に。最後の、最後の一言は何ですか？何ですか？大丈夫です、あのとても飼いやすい子なので、もし興味があったら。すす1月にあのまた爬虫類のイベントがあるので、ぜひ。爬虫類のイベントがあるんで、ね、どこで買ったらいいんですか？そう、どこで買ったらいいんですか？ペットショップとかにいる場合もありますし、そういうイベント、爬虫類のイベントがたまに静岡市で
年に2回大きいのが行われてて、あそこでじゃあ販売もされてる、はい、いっぱい販売されてます。いろんな種類がいろんなお店から出てるので、ぜひいろいろ見てみるのも、うん、いいかもしれないです、うんうんうん、はい、ありました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次の番組の紹介をさせていただきます。8時半から岡村反省会、人生七転び八起です。お願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。